今日は久しぶりに西谷夫さん姉妹に戯れてもらおうと思います。まずは課長のくるみちゃんの登場。ナナが has a modern dad。次に最近ムチムチに拍車がかかるつみれちゃん。ムチムチユナ。体調不良からだいぶ元気になってきたので、つくしちゃんにも遊んでもらおうと思います。ミナゼン心配エレガード。それでは、3年で女子会してください。つくしが久しぶりに赤ちゃんに挨拶に行きました。クルミちゃんのアサシボイ。なんか向こうが気になるな。カワスカチョウと直進するつくし。つくしがクルミに歩み寄るも。尻尾ブリブリ攻撃に発つくし。私何かワルコードしますか。なんだこれ。わたしだよくるみちゃん。すくしちゃんか。久しぶりの挨拶がやっとできました。ファンジャオ。え、なんだなん。くるみは久しぶりなど関係なく接します。むわたしむくいくわ。生まれたつくしは飼い主のもとへ。ですが、強制リスポーンされるつくし。くるみは外の世界に興味津々です。戻されてもまた行くくるみらしさ全開。課長の後を追って外の世界に向かうつくしちゃん。課長より慎重ですね。性格の違いがよく出ています。スミレが何かしようとしています。スミレちゃん、そこには入れませんよ。カクレイドキャドノーニー。そして謎に集まる三姉妹。絶好のサムネチャンス。つくしちゃんこっち向いて。そっち行かないで。ごめんね、ミュクが気になる。お利口に待ってる。わけもなく。つくしが向こうに行くからみんな気になっています。落ち着けるようにシェルターを用意しました。次々吸い込まれていきます。競馬のゲートインみたいです。シェルターですが、体をくねらせて収まりがいいですね。やっぱクレイが大きいくわ。飼い主の思惑通りゆっくりしてくれてます。スポがヘラキラのよ。入るのに手こずっている様子。わたしもヘルメン。
尻尾がブリブリすぎて引っかかって可愛い。先に入った2匹は飽きて出てきたようです。こちの部屋へ出る引っ越す。わたしの家に何かの気配がある。パトロールかと思ったらそのまま通り過ぎたつみれ。バレラデコロダダアブニ。長いパトロールの末やっと家に着いたつみれ。ヤビ。イキュナシ。つみれが目を離した隙に家を出るつくしちゃん。そろそろみんなを家に帰してあげようと思います。ご視聴ありがとうございました。気に入ってもらえたら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。